では、技術的に何かができるようになれば、上級者の仲間入りといった基準はあるのでしょうか。梶川プロは、そのような基準はないと言います。ゴルフはミスのスポーツと言われますが、ゴルフが上達するには、どれだけミスを減らすかが大切なポイントです。プロゴルファーはさまざまな技術を使ってミスを減らしています。また、ミスが出る可能性も考えて、 より安全なコースの攻め方をしていますコースでは同じ状況から打てるということはほとんどありませんたとえさまざまな技術を持っていたとしてもコースの状況に応じてそれらを有効に活用できなければスコアにつながらないのです逆に難しい技術を持っていなくてもミスを少なくできればスコアは良くなっていきますアマチュアでも上級者と言われる人はミスがとても少ない人たちです つまり、いろいろなテクニックができるようになっても、それをスコアにつなげられなければ上級者とは言えません。上級者の基準は、平均スコア、で判断するのが無難。ゴルフで上級者というと、ハンディがシングル、片手シングル、ハンディ5以下、平均スコアが80代の人など、その基準は人によって違います。ビギナーの中には、100切りをしている人を上級者と考えている人もいます。 どのの基準が正しいのでしいでょうか上級者の基準というのは明確ではありません。私のスクールである程度の経験を持っている生徒さんから「早く上級者の仲間入りができるよう頑張ります」という言葉を聞きますがその人たちにどの程度のレベルを上級者と考えているのか確認してみると「いつでも90代もしくは80代でラウンドできる人」とか「ハンディがシングルの人」などバラバラです。 上級者の基準はゴルファー自身のレベルによっても違っています。ビギナーからすれば平均スコアが90代の人は自分にとって上級者ですし、シングルを目指しているような人は自分を中級者と思っていますから、片手シングルの人を上級者だと思うのです。私がレベルの基準を設定するなら、ハンディではなく平均スコアで判断します。ハンデハンンィィは jga 公式キャップ、J 所属しているゴルフクラブのハンディ、プライベートグループで使用しているハンディなどがあるので、単にハンディと言っても分かりづらいのです。私がその人のレベルを聞くときは、直近のラウンドの平均スコアを聞くようにしています。そしてあえてレベル分けをするなら、平均スコア70代が上級者、80代前半は中、上級者、80代後半から90代の人を中級者、そして100切りを目指している人を初。 中級者110程度は初級者ゴルフを始めたばかりの人をビギナーと区分します長い間ゴルフをしていてもスコアが110程度の人も多くいますその人たちをビギナーとするのはおかしいので初級者と呼ぶようにしていますどんな人を上級者というのかという基準は曖昧です自分が考える中級者上級者を決めてそのレベルに達するよう練習をした方がいいでしょう